我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回はプロクリエイトを使う上で各時間を短縮することがテクニック、いわゆる時短テクニックを6つ紹介しようと思うのである。どれも簡単に設定をしたり、やり方さえ覚えてしまえば今からでもすぐに使うことができるテクニックなので、ぜひぜひ覚えてほしいのであるぞ。まあそして、なぜ今回このような動画を作ったのかというと、このプロクリエイトというソフト、非常に様々なイラストレーションやアートの世界で iPad を使うのであれば必須だというぐらい使われておるのであるが、コミックイラストを描く上での時短テクニックや、どうやったら描きたいものが描けるのかという動画が非常に少なかったため、今後いくつかのプロクリエイトの動画を出していこうと考えておるのである。そのうちの一つとして今回はこの時短テクニックを紹介しようと思うのである。ぜひぜひ皆のお役に立てばと思うので、最後まで見てもらえると嬉しいのであるぞ。ではプロクリエイトを使ったイラストの時短テクニックを紹介していこうと思うのであるぞ。まずはショートカット等の時短できるテクニックを紹介しようと思うのであるぞ。まずはスポイトという機能であるな。例えばこの目の部分の色をスポイトしたいという時は、画面を指などで長押ししたままでいると、このように画面が現れて中心の点の部分の色を拾うことができるようになる。その設定方法は、画面左上のアクションアイコンをタップし、環境設定からジェスチャーコントロールというのをタップしよう。するとジェスチャーコントロールの項目が出てくるので、その中のスポイトからタッチして押さえたままにするのチェックを入れておこう。でここの遅延というのは、何秒押さえたらスポイトモードにするかという設定なので、我の場合は 0.2 秒にしている。例えば指での操作をたくさんしておるものであれば、ちょっと押しただけでスポイトが出てしまうなどがあるようであれば、この遅延の秒数を調整すると良いであろう。これで指で長押しするとスポイトを選ぶことができるようになった。これは結構いろんな色を塗ったり厚塗りをしたり、同じ色をもう一度使いたいっていう時に直感的に色を画面からスポイトすることができるので、ぜひぜひ使ってみてほしいテクニックであるぞ。次にクイックメニューの出し方を設定しておこう。これはよく使う設定を登録することができるという機能なのである。どういうものなのかというと、我の場合はそのクイックメニューをこのブラシの濃度とブラシサイズの間にある四角いアイコンの部分に登録しているので、ここをアップルペンシルもしくは指でタップすると、この通りクイックメニューというものが出てくるので、これで使いたい項目を選べば簡単に設定することができるのである。なので例えばクイックメニューで出てきた消しゴムを選択すれば、ブラシツールから即座に消しゴムツールに切り替えることができるので、このように消しゴムに切り替えることができるのである。そしてそのクイックメニューの出し方も様々設定することができるのである。先ほどと同じアクションの項目のジェスチャーコントロールからクイックメニューを選択して、我の場合はこの四角をタップをすると閉ざすことができますとしているので、もしくはこの指でタッチにもしておけば、軽く画面をトンと触ればクイックメニューを出せるようになる。で長押しの場合はスポイトになると、もうこの指一本でどんな風に操作したいのかというのを簡単に切り替えることができるようになるので、複数指一つで様々な設定もできるであるし、自分の使いたい要因の設定ができるので、自分の好みに合わせてこのクイックメニューを設定、そして登録をしていくと良いであろう。クイックメニューでよく使うツールなどを登録しておけば、簡単にそのブラシに切り替えることができる。このクイックメニューの内容は、項目を長押しすると、例えばこのブラシを選ぶ場合であれば、ブラシを選択、そして使いたいブラシの設定をこのように設定しておけば、これを押すだけで呼び出せるようになるのである。また真ん中のクイックメニューという文字を長押しすれば、新しくクイックメニュー2というのに切り替えることができるので、これで空のアクションを作ることができるので、このように様々な項目から自分の好きな設定を登録することができるのである。各絵の種類などによってこのクイックメニューを切り替えれば、より絵を描く際に時短をすることができるのであるぞ。そして次はこのプロクリエイト、あまり知られていないのだが、実はキーボードのショートカットを使うことができるのである。使い方は簡単で、 iPad で使えるキーボードを接続した後、コマンドキーを長押しすると、
この通りショートカット一覧を出すことができる。一般的なペイントソフトで使われているようなショートカットになっているので、フォトショップやクリップスタジオなどを使ったことがある方であれば簡単にショートカットを使いこなすことができるであろう。またいつでもこのコマンドキーを長押しすればショートカットの一覧を出すことができるので、あのショートカット何だったかなとわからなくなった際にはすぐにこのコマンドキーを長押しするということだけを覚えておくと良いであろう。このショートカットキーを使えばキーボードを押せばブラシを太くしたり細くしたりといった効果をいちいちアップルペンシルや指で触らなくても操作することができるので、絵を描くという行為に集中することができ、より絵を描く際の時短が期待できるであろう。では次に絵を描く際に役に立つ時短テクニックを紹介しようと思うのである。以前投稿したプロクリエイトの使い方講座の中でも紹介をしたクイックシェイプという機能がある。丸を描いた後そのままペンを離さないでいると自動で綺麗な丸に変換してくれるという機能がある。実はこの後様々な調整方法がこのクイックシェイプには含まれておるというのをご存知であろうか。楕円を描いた後アップルペンシルを離さないまま画面を指でタップすると押さえている間だけ正円にすることができる。そしてこの状態でアップルペンシルを離す、すると綺麗な丸を作ることができた。そしてこの上にシェイプを編集という項目が出ているのがわかるであろうか。これはアップデートで追加されたのであるが、こちらをタップすると先ほど設定した円と楕円というのを自動で切り替えることができるであるし、この通りポイントを触ることで円の形や角度、大きさを自由に変形することができるようになるのである。作りたい形になったらポイント以外の点をタップすればこれで確定することができるのである。同じようにクイックシェイプで四角を描いた後アップルペンシルを離さずに指で画面をタップすると綺麗な四角形を作ることができる。そしてシェイプを編集をして四角形、長方形、これの形も調整することができるのであるぞ。そしてポリラインというのは書かれた線を一つ一つの点として処理することができるので自由な形に動かすこともできるのであるぞ。これは別に囲まれた形でなくても良いので、例えばこんな風にジグザグを書いて、そしてシェイプを編集をタップするとポリラインとして形を調整することができる。このようにポリラインの調整ができるので、綺麗な線を後からいろいろ調整したいなどという時にも非常に使えるテクニックなので、プロクリエイトで整ったデザインをしたい、綺麗な直線や丸、四角を描きたいという時にはこのクイックシェイプの機能、そしてクイックシェイプを編集することでより細かな調整をして描きたい絵を思い通りに描けるようにしてみると良いであろう。プロクリエイトを使いながら絵を描いている際、いろいろな作画資料を見ながら描きたいと思うことはよくあるであろう。その際、普段よくやるのは写真アプリを画面内に置いてそれを見ながら描くという方法である。これはよくある方法であるし、このように画面を分けて描くことができるので、例えばウェブブラウジングをしながら見ながら描くということもできるであるし、とても便利で使いやすくて、でこうやっていらなくなれば画面の端からポイとスワイプしてしまえばよいのだけれども、割と画面をこれ占拠するんであるよな。だしもっと言うとこんな風に画面を分割して描くということができるので、よりこうやって描いている資料を大きく見たりして描くこともできるのではあるが、やはりなんだかんだプロクリエイトを描く画面が狭くなってしまって、もうちょっと都合よくちょっとだけ画面に出していたいという時に調整ができない、かゆいところに手が届かないなと思ったものは多いのではないであろうか。そういう際には左上のアクションタブからキャンバスの項目を選び、基準というものにチェックを入れよう。すると
この通り画面全体、キャンバス全体を映す機能が画面に出ているのがわかるであろうか。そしてこのウィンドウは自由に形をこうやって変えることができるので、ここにイメージというのがあるのがわかるであろうか。こちらをタップするとこの通り別の画像を読み込むことができるのである。そしてこの読み込むというのを押すと、この写真一覧の中から選びたい絵を選択すると自動で読み込んでくれるのである。そしてこのパレットは上のバーの部分をドラッグすれば画面の好きなところに置くことができるのである。そしてこの画面のサイズも四隅を触れば拡大縮小が自由にできるであるし、画面を2回タップするとぴったりとサイズに合わせてくれるので、画面の邪魔をせず好きなところに置きながら絵を描くことができるのであるぞ。またこのメニューの横にある顔というところをクリックすると iPad のカメラが起動して、例えばこう手を写したりとか顔を写したりしながらその資料を見ながらリアルタイムで描くということもできるのである。非常に便利な機能なので、絵を描く際さまざまな使い道もあるので、ぜひぜひ使ってみてほしい機能なのであるぞ。色を塗る際の時短テクニックを紹介していこうと思うのであるぞ。例えばこのような線画をレイヤーで描いた場合、下地の色を塗りたい際はこのようにペンなどで囲って、そして画面右上からカラードロップという機能を使って色を塗りつぶすという方法、もしくは線画のレイヤーをタップして基準レイヤーに設定をし、その状態で色を塗るレイヤーに色を流すと。で、これで塗る範囲を合わせれば線画の中に色だけを収めることができるということができるようになった。プロクリエイトでベタ塗りをする場合に選ばれる方法であろう。ただブラシの質などによってはこの通りちょっとまつげの部分などに細かく塗りが入っていない、いや例えばこうやって囲って色を流した場合、こんな風にアンチエリアスの隙間で綺麗に色が残らず縁ができてしまうということが多々あると思う。まあもちろんこのあたりも、まあ、プロクリエイトの仕様だと思ってこうはみ出した部分をこうやってペンなどで塗りつぶしてばいいという方もいらっしゃるだろうが、できればこんなめんどくさいことはしたくないし、一発で綺麗な下塗りをしたいという方も多いであろう。また先ほどの線画を基準に色を塗りつぶすというのはあくまで線画が囲まれていなくてはいけないので、例えばこのような髪の毛の部分に大きな空きがあったり、線画をきれいに閉じずに描くというタッチで描かれている方の場合は、この髪の毛にカラードロップをしようとしてもどうやってもはみ出してしまうのである。そこでおすすめしたい我の色塗り方法は、選択範囲ツールの中にあるフリーハンドを選択した後に、その下にある塗りつぶしというのをチェックしておこう。そしてここの追加というのにもチェックを入れておくと良いである。この状態で選択範囲を作っていこう。そして書き始めの丸をタップすると選んだ色で塗りつぶしてくれるのである。これを使えば非常にシャープで、そして塗りたいところにしっかりと色を置くことができるので、簡単に色を塗ることができるようになるのである。そしてこのフリーハンド機能すごく優れておる、本当にこれ他のペイントソフトにもない機能なのだが、こうやって普通だったらこうやって選択範囲を作っている時っていうのは一筆書きで書かなくてはいけないんだが、 Apple Pencil を画面から離してもう一回続きから書き始めても線を囲わない限り選択範囲をこのように書き続けることができるのである。なのでぐるっと輪郭をなぞってから色を塗りつぶすということも簡単にできるのであるぞ。またもちろんこういうことをしなくても複数回に分けて細かく書くということも全然できるので、自身のやりやすいようにやられてみると良いである。これで一通り選んだので開始点をタップするとこのように色を塗りつぶすことができた。そしてこの選択範囲が作られている状態でカラーをタップし、そして
このように色を選ぶと選択範囲で囲まれて塗りつぶされた色を好きなように変更することができるようになるのである。なので最初は分かりやすい色で塗りつぶして、その後自分の塗りたい色に設定し直すってことも簡単にできるのである。そして色を塗り終わったら選択範囲を解除すれば、この通りベタ塗りのレイヤーが出来上がっているのである。そして最後に紹介するのが、絵の素材を別のデータに描いた絵を持っていくという方法である。まあ、どういうことかというと、例えば今この描いた花という描かれている絵を選択範囲の長方形で囲って、この状態で指3本で上もしくは下にスワイプをすると、コピー&ペーストツールというのが出てくるので、これのコピーを選択する。そして一回ギャラリーに戻り、ペーストしたいレイヤーに持ってきて、そしてもう一回3本指でスワイプをして右にあるペーストを押そう。するとこのようにどこに置きたいかというのを設定できるの で、ここで拡大縮小や回転も設定ができるので、設定をして選択範囲解除すれば、このように選択したレイヤーにペーストした絵を置くことができるのである。まあ全然これでも良いであるし、また写真アプリを画面に表示させた状態でサムネイル一覧からコピー&ペーストしたい絵をこのように直接ドラッグすると画像を読み込んでくれるので、同じように拡大縮小してレイヤーに読み込ませることもできるのである。また別の方法として、レイヤーそのものを別のプロクリエイトのデータに持っていく方法である。今この花の絵が描かれているレイヤー1をドラッグしてギャラリーというところに持っていく。するとギャラリー一覧に戻ってくるので、この状態で描いた花の絵を持っていきたいデータを指でタップしよう。そしてこの状態で手を離すと、描いた絵のレイヤーのデータを直感的に持っていくことができるのである。なのでいちいち選択範囲でコピーペーストをしなくても、レイヤーに描いた絵をそのまま持ち運びたい場合などはこの方法を使うとかなりの時短をすることができるのであるぞ。というわけでいかがだったかの？このようにプロクリエイトには非常に便利な機能、そして使いやすい機能、時短につながる機能っていうのがたくさん備わっているのである。もしプロクリエイトでこういうやり方を知りたい、こういう方法はないのか、なかなかうまくできなくて困っているなどがあれば、ぜひ動画のコメントで書いてもらえると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。